ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。パート6でいただいたコメントです。武藤緑さんからのコメントです。コメントありがとうございます。ドラクエ8以前 PS2 版でプレイしたことがあり、とても懐かしいです。ちょうどゼシカとサベト兄さんのシーンですね。この兄弟のシーンは何度見ても切ないものですね。ところで、なんとなくですが、3DS になって村や戦闘の BGM が PS2 より豪華になってる気がしますが、気のせいでしょうか。これからも実況頑張ってくださいというコメントいただきました。ありがとうございます。ですね、オーケストラ版っていうのになってます。BGM が。全部。だから豪華に感じるのかなっていう気がします。自分ね、PS2 の時の BGM、覚えてなくて、正直。で、結構YouTube とかで BGM 検索できるじゃないですか。多分それがもともとオーケストラ版だったんでしょうね。だからあんまり違和感を感じてません、正直。大空に戦うとか、戦闘 BGM とか。多分ね、オーケストラ版で聞いてたんだと思うんですね、YouTube の動画。そのせいで、違和感が全然ないですね。横に開けれたけど、お？オッケー。これでいいのかな？ん？あ、引くこともできるのか。なんだこれ意味がありそうだな。あーなんかやったような記憶あんな。この銅像多分連れてくやつだな。連れて行ってどっかの台座にはめ込むんだな。多分そうだな。この先にもなんかあるな。いいね、そのヤンガスの締め方好きだわ。はぁ？っていう言葉聞こえそう。聞こえてきそう。これはあれかな？でも、危ね、危ね、危ね。こいつとは戦いたくない。デモンストレーション的な感じなのかな？こういうギミックがありますよってことなのかな？だって、高さ的に連れていけないもんね。踊る宝石ね、あんまり良くなかったです。効率。やるんだったら、この地方の外にいるね、飛んでる敵倒した方が早い。右行くと行き止まりの道があるな。敵がいると厄介なんだけどな。ひひひ、人食い箱はやだな。なんか嫌な予感するわ。あーでもよかった、来てよかった。小さなメダル大事だからね。よいしょ、まあ、小さな、奇跡の剣、貝が錬金で多分使えるようになるから、それが結構重要かな。うほほほほ。怖い怖い。急に出てくるから。またなんか仕掛けがある感じのエリアに来ましたね。これは何だったっけな。はい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 。そういうことか。この重いのよく引っ張れるよな。すげえよ。B で離して。相当重いよ、この石像。引っ張れるっていうのがすごい。押せるんだったら、うん。押すだったらできるかもしれないけど、引っ張るは相当すごいと思う。ちょっと視界が悪いな。ちょっと、広めに見ようか。さまよってるなぁ。やめてくれ。さまよってんなぁ。やめてくれ。やばいやばい、超怪我してるぞ、この人。逃げろ逃げろ。怪我してるんだから。宿屋行かないと。さまよってんな、そして。視界相当悪いんでしょうね。視界相当悪い。全然気づかれない。おーおーおお、気づかれた気づかれた。気づかれた気づかれた。追われた追われた追われた。追われたー。ひひひ。逃げまーす。やったね。逃げれた。また、仕掛け部屋ですね。ちょっと上から眺める感じで。あ、なんかありますね。書いてありますね。天を仰げ、されば道は示されん。視点を切り替えて、優しいな。あれ？
タートだっけ？あれ？でもこれ以上上見えないな。ごめん、ちょっと待ってね。もう一回。長押しするといいだろう。自分が使ってるのこれだよね。あ、ほんとだ。こんなことできるんだ。これは知らなかった。わかりづらいな。この位置だと。こっちから見れば。これだよね。今ヤンガスが立ってるとこに一つと、あともう一個どっかに置くと思うんだけど、わかんないな。ああ、わかった。そういうことか。これ、一個下に降りてくるんだな。多分天井がもう一枚、降りてくると予想。あれ？あ、あれ？ん？よ、あ、よく見たらちょっと待って。これちょっと違うぞ。こうだな。銅像の向き的に多分、こういうことだ。空いてるとこに示せってことだ。こんなもんかな？感覚だけど。お、正解。よっしゃ。ん？なんだ？お、すげえ。死体か。なんか書かれてますね。剣士像の謎を解き知り知恵ある者よ。次は何時の力を試すとき。背後の穴に降りようか。最後の試練を受けるがよい。あ、回復してくれる。なんて優しいんだ。ありがとう。さあ、最後の試練か。もうなんか分かりきったようなあれですけど。さあ、勝負。ゼルデンだな、完全に宝箱は。オーケストラ版戦闘 BGM かっこいいよね、このボス戦。さあ、パンドラボックス戦ですね。速さを普通に戻したいと思います。この前のボス戦の時にこの速さ、普通速いどっちかコメント欄で決めますっていう風に多分言ったと思うんだけど、その動画がこの動画を撮ってる時点でまだアップされてないからわかんないから、とりあえず普通でやっときます。今回も途中、パターンが分かってきたら早いに変えるかもしれません。じゃあ、勝負していきましょう。で、下画面なんだけど、見せない方向で行こうかな、今回は。うん。臨場感こっちの方があると思うんで、とりあえず今回は。あとダメージ食らった時のも、ちゃんと判定が分かるから。こいつがね、すごい強かった記憶があるんだよね。とりあえず主人公は貯めます。ヤンガスは兜割り、主人公は貯めます。ゼシカはルカニで落としていこう。で、ククールはなんで、もうなんでやめましょう。メタパニか。あ、一回攻撃、一回行動だ。オッケーオッケー。もう誰も麻痺ってないよね。守備力下がんないか。ヤンガス主人公貯めて、ゼシカで、まずピオリム打って、ククールで回復していきます。ただ今は回復する必要がないんで、死んじゃいけないキャラクターは誰？ククールですね。回復役だからね。とりあえずこれで先制取れると思うんで、メタパニか。これを耐えれば、よしよしよし、いいぞ。これは相当ラッキーなんじゃないかな。さあ、テンション溜めていきまーす。溜めまーす。つから。よしよし。じゃあ、溜めます。溜めます。溜めます。ヤンガス20、主人公50、ククール5。うわ、つえー。思った通り。溜めます。
主人公は攻めます。道具を鉄の槍に切り替えて、シップ突きでいきますか。シップ突き貯めます。で、ここで解放しちゃいましょう。ホイミでも相当回復できるんじゃない。うっしゃ、118、いいね。よし、いいぞ。60も回復するか。うわ、効く。せっかく貯めたのに。テンションあんまり貯めすぎるのも良くないか。痛恨食らったらゼシカもククールも落ちるな。ゼシカにもスカラ打っときます。うわ、いってえ。しかも目覚まさねえ。恐ろしいな。ホイミ入れておきましょう。この補助魔法、相手の補助魔法が強すぎるんだよな。そしてこの通常攻撃だからね。あ、でも痛恨じゃないパターンもあるんだね。なるほど。そうだな、ラリホーがそんなに来るんだったらって感じはするんだけどな。20くらいでストップした方がいいかな。そしたら20溜まったら攻撃。トラップボックス戦は時間かかりそうだな。ヒャダルコ、うわ、きついな。まあ、ヒャダルコぐらいなら大丈夫か。溜める溜める。ホイミククール。いいよ。20きましたね。じゃあ次シップ突ききますか。うわ、怖え。今痛恨だったらやばかったぞ。貯める、シップ突き、貯める、ホイミククール。67。相手の守備力が下がればな。ルカに一回入らなかったからな。うわ、怖え。ここで兜割り攻めます。で、主人公一旦回復役に回しましょう。で、溜めて、ホイミ、ゼシカで。MP に余裕は割とあるな。兜割り。いいダメージ。20しか溜めてないのに。さすがですね。鉄の斧買っといたんで、それが大きかったか。ククールの守備力が戻る。まあいいか。20打った後だったからな。溜める。ジェシカ、効くかな、ヒャダルコ。ヒャダルコ効くのかな。物理系に、氷属性ってあんま効かないんじゃなかったっけ。あ、でも73。まあいいんじゃない。本当はメラミ覚えてたらベストなんですけどね。またバイキルトさえ覚えてないからな。レベル上げたいよ。戻ってレベル上げたいよ。上げませんけど。呪文、そうですね、ホイミ、貯める。あ、待って、千早さん1段階溜まってるっしょ今。ただここは耐えようか。貯める、ホイミ、ゼシカ。痛恨さえ来なければ大丈夫。これで20 OK。 あー怖っ。身をかわす。もう一段階貯めます。主人公は貯める、ホイミ、ラリホーがまだ続き来ないっていう予想。さっきラリホー来たから。ホイミ50まで貯めます。よし、 OK。お、目覚めた。ナイス。よし、行くぞ。ここから攻めていきま、あ、ヤンガスは貯めます。シップ突き行きます。ヒャダルコ行きます。回復します。と、よし。まあ、でもまだ300くらいしか食らわしてないんだよね、言うてね。あ、もっと食らしてるか。400はいってんのかな。ヒャダルコ効かない。ヤンガス5。メダパニ。これは耐えて。うわぁ、困ったなぁ。それは困った。
貯めます。貯めます。攻撃の対象ってそうだよね。じゃあ、貯めます。あ、混乱は直せないか。じゃあダメだな。ククールはどうする？貯める。ククールも貯める。みんな貯めて、貯めて、主人公どう動く？次。あ、それなら構わない。85食らうねー。ここは攻めます。兜割りで。貯めます。主人公のベホイミが使えないのが痛い。20。兜割り。よし、いいね。いいダメージ。ヤンガス攻撃隊長だな、完全に。ガブリ。貯める。もう一度貯める。ホイミ。あら、待って、ラリホ来そうだ。ヒャダルク打っときましょう。ここは回復。間違えた！バギってしまった。まずい。MP の無駄遣い。いつまで痺れてるんだろう。主人公動けないと結構エグいんだよな。ヒヤ！ワンパン来た！もうこればっかりは仕方ない。もうこればっかりはしょうがないんだよ。今までよくむしろ耐えてくれてた。ヤンガスは絶対死なすわけにはいかないから。回復。MP は8か。そうそう、主人公回復に回さなきゃいけないんだけどな。主人公がこんなんじゃどうしようもないぞ。兜割り。ホイミ、主人公。強い。強いな。もう600くらい食らわしてんのにな。オッケーオッケー。よかった、ヤンガスか。今ちょっと視点的に主人公落ちたかと思ったわ。セーフ、セーフ。貯めます。ホイミ。ここはヤンガスですね。お、痺れ消えた。このターン、主人公耐えてくれればすごい助かる。よし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 。いいぞ。まだジェシカを生き返らせる術がないんだよな。貯める。ベホイミ、主人公。よし、体勢が整った。3人でも十分戦える。苦しい戦いになってきたな。いやー、待って待って待って、お兄さん。でも、主人公ベホミ撃てなかった。今、いくつまで ?20 まで溜まってるよね、多分ね。じゃあ、しょうがないですね。ここはもうククールのホイミで。よしよしよし、いいぞ。800は食らわしたと思うんだけどな。まだ耐えるか。強いな、やっぱトラップボックスは。いいね、通常ダメージなら耐えれる。溜めます。あー、もう撃てなくなったか。じゃあ、溜め、道具、あー、ダメだね、持ってない。魔法の聖水。持たせとけばよかったな。主人公が、バッドステータスつきすぎなんだよな、今な。麻痺って眠らされて。大変ですね、ほんと。やっと目覚ました。うわっ！あー、まあいいでしょう。ククルなら。20せっかく貯めたけどね。ここは攻めます。これで900。ベホイミ、主人公。今度は主人公が絶対死んじゃいけないんで。回復役だからね。兜割り。よし！やっと勝った！やっぱ強かった！超時間かかったぞ。つえー。これだからトラップボックスは嫌いなんですよ、本当に。あ、ここでスクルト覚えたか。まあ、とりあえずスキルポイントまた貯めておきます。ヴィーナスの涙確保。もう、時間かかった。こいつがヴィーナスの涙か。とうとう手に入れてやったぜ。おめでとう。兄貴、実はね、足が昔この洞窟に挑んだのは、あのゲルダのためだったんでガスよ。お今でこそあいつとは単なる商売敵でしかないんでゲスがね。あの頃は足も青くてね。好きだったんですね。ゲルダのやつも今みたいにおっかない感じじゃなくて、正直ちょっと憧れてたんでさ。へえ。それであいつが欲しがってたヴィーナスの涙を取りに来たんですが、結局怪我して逃げ帰るだけでがしたよ。まさか今になってこんな形で手に入れることになるとは思いもよらなかったでげすよ。もしあの時
守備よくこの石ころを手に入れてたらどうなってたんでかしょうね。おっと、今の話は他言無用でがすよ。あっしの苦い青春のメモリーでげす。この風貌であんまり見た目の話したくないけど、この風貌でそういう風に言われるとなんか笑っちゃうな。それにしても美の神美の神の涙ってすごいんだな。超でかいんだな。いやー、よかったよかった、勝ってた。正直トラップボックス戦はやばいかなって思ってたんですけどね。じゃあ今回はここで終わりたいと思います。だいぶ長くなっちゃいましたが、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。